うん、ちょ、危ないね、ほんと。あと30、え、53キロです。で、遠いところが掘れてますね。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。あの、お疲れのところと思いますけども、ご安全にご注意ください。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさいは心配されるでよ。すごくない、マジでやばいね、やばい、もうなんかね、満足だね、景色で割と。いやー綺麗だよ。なんかチャリこいでるばあちゃんが綺麗に見える。ハイパービガン補正かかってる補正というかもうまやかしでしかかってる妖魔だね、妖魔うわいいな、すごいよね。ねえ、なんなのこの、なんか死ぬのかな今日。最終回でした完全に。これロータリー入っちゃう。これロチュリーね。下に降りれば温泉いいっすよね。温泉ありっすね。村上市ですな。マジックで消えてたセナミというところがここですな。今回のダーツの旅で当たった場所です。お葬式モードじゃないですかまあ着きましたね、無事。着きました。あの、かなり強行というか死にそうなんですけど、まあ、せっかく来たんで参りましょう。はい、うるうるやんやうるうるイエーイ。これホモンプレイやめてくださいよ。あー、初人を発見して、ひとまずこの町には何があるかをちょっと聞いてみようと思うよ。でも海水浴場だって。ひとまず海水浴場行ってみますか。そこで第一海水浴場。え、もう泳ごうぜ、泳ごう。もうお疲れです。お疲れです。第一、え、なんか映ってもいいですか。そう、全然。あ、ほんですか。いや、いつも見てます。ほんですか、ありがとうございます。第一町人でございます。ほんとです。ありがとうございます。村上市ってなんかこう、すごいこれは進めたいよみたいなのってありますか。日本酒やっぱり。日本酒か。鮭、鮭、あ、鮭、鮭言ってたね。ぜひ。ありがとうございます。すごい、詳しい。ありがとうございます。わー、いいっすね。普通に泳ぎたい。ほら、絶対そういうやつだと思った。二人でそこで抱き合ってもらっても。あー、なっちゃったよ、もう完全に。現在、あ、やばい、水着の女の人。あそこ売ってんじゃねえか、でも海パンとか。取りに行かないでください。繰り返します。めっちゃ来たんだけど。おしゃーい、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 濡れてる。相撲やんけ。ここら辺のおすすめのものとかってある。おすすめっすか。おすすめ、おすすめ、ここら辺でね。やっぱりあのテトラポットがおすすめ。あそこって登っていいの。いいんですよ。登っていいっす。いいの。おすすめされたからには、でもさ、テトラポット行くしかないよ。あざまーす。部活、部活。じゃあみんな気をつけてね。バイバイ。うそっ、カウントカウントだ。お前ら、お前ら、めっちゃケツに入ってたんだけど。山形から来たの。わかんないです、ここは。あ、そうなんだね。じゃあ気をつけてね。はい、失礼します。そっか、山形近いから山形の人たちも来てんだね。2000円かあり。これ1800円。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。エロ絶対中鉄の。お、お疲れです。はい、はい、17村人です。あ、町人です。8人目です。めっちゃ練習。着替えてきます。ありがとうございます。覚えないように気をつけてる。こんにちは。こんにちは。今写真撮ってもらっていいですか。あ、いいよ。なんでみんなこんなキャラ濃いの。キャラ思った。すごいな。走ったの一つ。え？アドレナリンじゃん。え、でもさ、歩く方がさ、とても多くの町人が歓迎してくださって、はい、ちょっとプールに入れなかったさ。海だよ。海ですね。浮き輪だけ買いました、僕は。もうちょっと村上の近くを回ってみようと思います。はい、というわけで次はこちらのゆで卵を食べていこうと思います。温泉卵を食べていこうと思います。しかも15分だって。暑いのかな。90度ぐらいだから、冷えちゃダメですよ。暑いですか。
じゃんけんで負けたら入れようぜ。ダメだよ。熱い。平和だね。平和かどうかは別として。YouTube としていい人。怖い、こっちだ。はい、というわけでダーツの旅、いや、クロマジックの旅ですね。新潟県の村上市に行ってきました。たくさんの方に声をかけていただいてとても嬉しかったです。皆さん本当にありがとうございました。ですね、今年の夏はね、こうちょっと東京に行くことが本当に多くて、なかなかこうのんびりしたりすることができなかったんですけども、イベントとかあっても行くとしても多分東京ぐらいしかないので、個人的になんですけど、もっといろんな地方の方に行けたらいいなと実は思っております。なんで今回適当に投げて、たまたま新潟だったんでそちらに行ってきたんですけども、この企画がもし好評だったら、みんなが楽しんでくれたら、またね、時間になる時にぜひやってみようかなと思っております。すごいなんか景色も良くて、空気も美味しくて、人もいい人たちばっかりで、すごい楽しい旅になりました。2回目もまたできればいいなと思っております。じゃあな。